周囲の山々から流れ出る豊かな川がもたらした扇状地。そこにわずか150年の間に築かれたのが200万人都市札幌。都市を囲む豊かな自然は澄み切った空気と色鮮やかな四季の移ろいをもたらし、週末のわずかな時間にアウトドアやウィンタースポーツなどを楽しむライフスタイルがこの街には根付いています。札幌テクノパーク、 IT 関連産業を次の時代を担う主力産業に育成することを目的に、札幌市が全国に先駆けて整備した広大な国内屈指の IT 関連企業の集積拠点です。原始林に接する豊かな自然環境を生かしつつ、札幌に本社を置くソフトウェアハウスやシステムハウスなどの地場の IT 企業を中心に30社が立地し、2000人が働いています。アクアポニックスといわれる、魚の、糞尿を野菜の養分にし、野菜の残砂を魚にあげてという循環型のシステムをちょっと構築してやっております。全世界でやっぱり SDGs がこれだけ言われているものですから、そういうところでちょっと取り組めることがあればと思ってやっております。 AI ですとか、あとはコンピュータービジョンを用いた新規サービスの研究検証などを行っております。札幌市で開催している IoT、イノベーション推進コンソーシアムの AI ラボの方のページを見ましても、北海道大学の教授と、あとは企業さんと、あとは札幌市の産官学が連携してサービスを作っていくという取り組みが多々ありましたので、これは新規ビジネスを立ち上げるにあたってとても最適な場所ではないかと。テクノパークという場所で考えますと、大手企業の開発拠点が集積しておりまして、新しいことを生み出す場としては適切なのかなと考えた次第です。札幌、魅力的な暮らしと高度な都市インフラ、そしてそこに魅せられた感度の高い人々が集まり、何かが始まる予感がする街。そして今その何かを始めるのは、この街での挑戦をイメージし心を躍らせた皆さんです。